はめちゃくちゃいつもスライスするんですよ。うわ、結構スラッと。ですよね。うん。まあ、クラブがここで、はい、まあ、このラインに対してシャフトが立っちゃってるよね。はい。すごい振り遅れてるって感じだね。あ、すごい右に行ってる。いつもこうで。顔がにやけてて気持ち悪い。確かにこの辺ちょっと微笑んでるね。なんかふざけてるみたい。微笑み系のスイング。ごめんなさい。まあ、典型的な腕が振り遅れてるっていうパターンで、はい、左の二の腕が本来この辺りまで体の向きが戻ってきてたら、はい、うん、腕ってこの辺まで下がってなきゃいけないのよ。左腕がなんか体の回転の割に高いところに残ってる。確かに。で、手が高いところにあるから、はい、届かないときに、はい、手首がほどけたの分かる？うんうんうん。で、体は回ってるけれども、うん、腕がすごい画面上的と左側に見えるでしょ。はい。この辺でもっと、はい、まあ、腕と体にスペースができてちょっと懐ができてほしいのと、うんうん、二の腕が胸を完全にこう潰しちゃってるんだけど、はい、手がどんどん下がってこない。で、ここからどんどん手が体から離れてくるんだよね。うんうんうん。ちょっとこう手が浮いた形になってきちゃうから、はい、まあ、そこのスペースが上手に作れてるからね。はい、この右にボールがめちゃくちゃする。で、結局基本はやること一緒で、はい、あの最初の時にレッスンしたあの内容を、はい、じゃあ脇の固定の形あったね、覚えてる？左の股関節、左股関節の前、はい、そうそう、左の手の甲をここ、はい、手のひらの向きで握っていったら、そこから今度は右手をグリップ、はい、手の甲の後に軸にして、はい、うん、正面に戻してくる、はい、左手の甲がしっかり折れて、はい、右手の甲がこうフラットになってるでしょ、うん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 、さっき手の位置がすごいこっち側にずれてた、はい、確かに、うん、左の股関節の前をこう手首の位置キープしていくんだけど、はい、ここがしっかり折れてると手をこっち側に持ってこれる、うん、そうすると両脇が均等に締まってないね。右脇開いてるの分かる？動いてます。で、これがね、ちょっとアウトサイドから降りちゃう原因の一つ。傾いて、そう、で、今軽く右の肘が下向いたでしょ。両脇が胸に均等にくっついてるよ。この均等感をキープしていって正面にして、ここだと両脇均等に締まった感じあって、はいはい、さっきよりも右の肩がちょっと低くなってる感じあるよね。確かに、うん、なんかいつもめっちゃ高揚してました。もっともっと右、こう、そこ、ここ、そこで持つ、ここで持って、そう、OK、気持ち悪い。で、アドレスはね、ちょっと気持ち悪くて今、大事なのはテイクバックで気持ちよく上がることで、はい、ここ、そこ、今両脇均等に締まってるけど左手の甲がちょっと多分ね気持ち悪いと思うんだよね。そうですね。いつもめっちゃこの、いつもそっちだよね。で、ここから体が回るごとに、今右手の甲ってフラットになってるけど、はい、体が回ってきた時に右手の甲に角度つけやすくなるでしょ。はい、今これ平らにしておいて、はい、折れながら上がっていく。そうするとあのフェースが閉じやすくなってくるから、うんうんうん、右手の甲の角度がつきながら上がると、はい、体も一緒に回るでしょ、うん、そうすると左の手ってなんか手のひらでシャフトをしてる感じしない？確かに、うん、で、ここでシャフトをしてる感じを入れていって、はい、もうちょっと腰を入れていきましょう。そうすると左手の二の腕って体からだいぶ離れる感じしません？離れてます、うん。で、一番インサイドからクラブが折りやすい手の位置ってのはここなんだよね。こんなここ脇開く、開く、うん、開いちゃって構わない、こうで、こう、あ、これも腕が遅れてる。真似するとって形になってて、一回じゃあちょっとクラブ横向きに持ってもらって、はい、右耳の横まで上げてもらって、シャフトを右に向けながら肘をどんどん下げていく、はい、あ、こういう流れ、わかりやすい。これが手の動く方向、もうどん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 体が回りながら手が、ね、下がってこないといけない。で、親指を右に向けながら下に下げてくると左手の甲が最後山側に折れる感じ。こうやってくるとフェース閉じでしょ、うん、じゃあこれに体の回転を、はいはい、右にひねって、はい、下ろして、うん、うん、こうからこう、そうそうそう、こうからこう、そう、
手が素直に体の方に腕の重さで落っこってくるぐらいでいい。腕の振りをバックスイング、ダウンスイング、フォローするって考えちゃってると思うんだけど、はい、実際はバックスイング、ダウンスイング、うん、そうそう。サムダウンって聞いたことある？ないです。親指を下に下がった状態の時間を作らなきゃいけないね、下ろすって、はい、普通はなんか振り上げて下ろしてきた時にインパクトまで親指が上に向いてる感じってしません？でこれ今親指が上下上下ってなってると、はい、手首よりもクラブって後ろにありません？確かに下そう。でこのリストの動きを意識しながら、はい、さっきの上から、はい、下、そうするとフェースが閉じてくるね、そういう流れになってくる。普通はリストワークっていうと、はい、バックスイング、はい、ダウンスイングって考えちゃうでしょ、はい、実際トップ、はい、ダウンっていう感じで右側に動いてくる感じなんでね、はい、シャフトを紐のように使わないといけないね、うん、まあ、このふにゃふにゃ状のもので、はい、ここにあるものを打とうとした時に、はい、手をすごい振っちゃうとなんか不自然な感じするでしょ、うんうんうん、なると自然に持ってくるよ、はい、じゃあちょっとやってみましょう。この先端の丸い部分をそう鏡の中で、はい、とにかく上昇させない。ここからストップ。でここで今左手の甲折れてるでしょ、はい、でこれ振り下ろしてくるときに左手の甲が折れる癖があるともうスライス決定なんだよね。ちょっとだいぶまだ終わってないから大丈夫。とにかく折れてくるときに左手の甲が山側に折れる形が取れれば、まあ、だいぶいい感じだよね、はい、でこれ見ててもらって、うん、体回りながら左手の甲がどんどん角度ついてくると、あ、そういうことか。そうするとなんか左の二の腕って胸にくっついちゃってフェース開いちゃうでしょ、はい、じゃあ山にします、はい、山にしてさっきの手を下げる動き、はい、でこれはもう単純にこうやって手首が回ってるだけなんですよ、はい、確かに。だからさっきの脇固定のグリップからぐるっと回って下回りをして親指を下げる、さっきのサムダウンをすると山なりになるんですね、うん、山そうそう。あー確かに開いてないですね。そうそうそう、フェイスここまっすぐ来た時アウトサイドインというよりかはフェースの開きがやっぱりちょっと目立っちゃってるから、当たる前後でフェースの回転をするんじゃなくて、はい、当たる前にも戻ってるって感じがあった方がいい。だからもう感覚的にはずっと閉じてる感じでいいからね。ここでね、体はだいたい8割9割回すと、うん、でここでもう90度回しておくんですよ。これ今あまり肩回ってなくて完全に真横向きつつ手が真横、うん、はい、このぐらいなんですよ、このぐらい横をだいぶ距離があるじゃん。あ、それはちょっと違う。あ、それと今度左の胸の腕が胸くっついちゃってますよ。でちょっとこれ思い出していって左手でこうボール抱えるのってやりましたっけ。はい、じゃあやりました。きつい。でこれがだいたい半分ぐらい振り上がった時の体の向きなんですよ、はい、半分でこれ、半分でこれ。だから今これ肘曲がってるから手上まで来ますけども、はい、今の体勢もう一回ボールなしで取ってもらって、でこれ今肘ここの高さじゃないですか、はい、ここでここまで行かなきゃいけない。このままフルでやったらもっと、ここからは体は回らずに腕だけ上がるんですよ、はい、肩90度で左腕が平行ぐらいで、ここから体はもう回さないで、はい、クラブの勢いだけで上がる、はいはい、で多分バックスイングをここがフルショットのトップじゃないですか、はい、ここまで上げるって多分思っちゃってる、うん、でこれね、ここまで上げない、見た目がここまで上がってるに見えるけれども、はい、腕の力で上がるのは、うん、ここまで、うん、ここまで上げてるつもりで、でもこれ結構体回して、はい、腰も、まあ、マックスまで回ってるんですけども、はいはいはい、ここまで上げて、はい、ヘッドの勢いがあできちゃう。
でここのつもりだから、はい、ここまで来たらもう体は戻そうってしてる間で、はい、手戻れるようにしてる。っていうことは、うん、3割手前、ここが自分で上がる限界、はい、ここまでに回しちゃう。そうで、それ以上は自分で上げない。だから見た目の形と自分で上げるのにギャップがあっていいんですよ。なるほど、じゃあ自分の意識はもうそこまでしか上げなくて、そういうこと。その代わり体はマックスまで回る。そう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 、それでおしまい。そう、それでおしまい。振り切ろうとしてない？してます。してるよね。振り切るっていうのがここまで頑張らなきゃってしてるじゃん、はい、でクラブに関しては最下点超えたら、うん、くるんって弧を描くようにしてこなきゃいけないんだよね。で今自分で頑張って頑張って頑張っておりゃ、そうしてます。ダメ、ここから先は、はい、っていうぐらいでいかなきゃダメ。だからそうクラブで弧を描くっていうイメージはもう必ず必要になってくるから、はい、さっきの7割トップ作ってもらったら飛ばなくてもいいから、はい、当たった後に、はい、当たった後にあまり体を回さないでこの辺でおしまい。そういうこと腕が振りほどかれる感じするでしょ、はい、そういう練習しなきゃダメ。うん、いいでしょ。当たった感じと違うでしょうん、全然違います。もう今いいんじゃない、こういう感じ。当たった感じしました。なんかめっちゃで左が、今日の最初、はい、まあ、見た目のフルショットのトップで自分で振り上げ切っちゃって、はい、右の肘がだいぶ開いて、はい、でダウンスイングですごいシャフトが立って、はい、後から来ちゃってたけど、はい、まあ、トップが7割のつもりでも、まあ、こうやってクラブの感性である程度持ってかれるっていうのが大事なんでね、はい、でクラブのリリースをイメージするとだいぶ下がってきたでしょ。はい、あすごい。そうするとインサイドから見てくるんだよね、はい、だからインサイドから下ろすぞっていうよりかは、はい、今のトップの位置から、はい、まあ、クラブをリリースさせるぞっていう気持ちだけでやった方が簡単だったと思うから、はい、アウトサイド、うん、右は、うん、まあ、少しさ、まっすぐになってるね。で最初のフォームだとやっぱりアドレスでそうグリップの位置がちょっと体の正面から外れちゃってるでしょ。はい、だいぶ。でそれで右の肩が突っ込んでて、はい、まあ、体の回転がしにくかったんでね、うんうん、だここでバックスイングが、まあ、回ってるように見えるけどちょっとバランスがっていう、はい、でこっちは、まあ、最初でしっかり回しておいて最後はクラブの感性で上がってるって感じ、はい。画面上での違いはちょっと分かりにくいかもしれないけど、はい、腕の位置とか前傾の姿勢とか、うん、こっちはもう起き上がっちゃってるんだよね、はい、確かに。自分で上げようとすると腕の力で体ってどんどん持ってかれちゃうじゃん、うんうんうん、ここから腕が力抜けて打ってあれば体の高さは維持できるんだよね、うん、違い分かるかな。うん、分かります。体が傾いて腕が下がってこない、はい、でヘッドが高いところにあるよね、うん、でどんどん振り遅れてくる感じで手が浮いちゃってる、うんうんうん、そっちの方が体と同時に見えます。そう、左の画面の方が、はい、綺麗に見えるよね。ここなんかは体を頑張って回そうと思ってどんどん腰よりも肩が回っちゃってるんだけど、うんうん、こっちはもう腕をリリースしてるだけだから、はい、これも自分で回そうとする意識はなくて構わない。でもこれ回そうと思ってないですよ。自然となりました。そうそうと自分でこの辺ぐらいまで回せば、はい、あとはリリースの後は、はい、まあ、その今まで動いてた残りのお釣りで回っていかなきゃいけない、はい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 、まあ、そうすると他の足の部分とかもちょっと改善されてくるって感じだね、はい、じゃあ今日のポイントは覚えてる？今日のポイントは、うん、初めのアドレスが私はめっちゃハンドファーストになっていたから、うん、それをやめる、まっすぐ、うん、左手の甲にしっかり角度をつけていくっていうところね、はい。左手の甲の甲を山側に使えるように使えるようにそうそうそう。で7割しか上げない。そう、腕は7割体は10割。そう、手は力入れずに甲を意識したまま振り切る。そういうこと。そう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 。
そうそうクラブって自然に降りてくるから、はい、それをちょっと意識しながら最後ちょっと何球か、はい、ナイスすごいんじゃないの。成長度早くないですか。成長自分で言っちゃうでもなんか手応えあったでしょ。ありました、うん、先生が一番分かりやすい。あー本当、はい、あよかった。おー上手。えちょっと良くないですか。同じこと言えよバッチリバッチリ褒められて伸びるタイプすごい最高おーナイス。そうそうそう完璧じゃん。やった。